この間の、火曜日か、鎌倉芸術館でね、セミナーしてもらったんだけども、大好評でさ、もう満席状況でなっていて、で実際ね、その来たお客さんがさ、今までのお客さんと違う人たちがさ、来てくれてるのね。それ何かっていうと、エリアがやっぱりさ、ちょっとこっち特殊じゃん。で来た人たちっていうのは、もうどちらかというとさ、やっぱ東京寄りじゃなくてこっち側の寄りの人だから、むしろこっちの方がね、良かったっていう人もいるわけで、帰りがけにさ、まあ鎌倉芸術館からね、ここまで移動してもらって、で個別相談3件やったんだけど、ちょっとね、3件はきつかったなっていう感じっていうのはね、一人一人の個別相談の内容が結構濃いのよ。うん、それでちょっとね、結局お客さん待たせるようになっちゃったんだけども、やっぱりちょっと個別相談はね、あれだね、その場でまあ20分とか30分とかの状態で、それで結局さ、ちゃんとした形でね、個別相談が必要な人っていうのはやっぱ当日は無理かな、っていうのは事前にもう予約をね、いただいていて、で全部さ資料なんか持ってきてるわけ。そうすると、あ、これ1時間無理だなっていう人が結構いてさ、で、今回ね、まあ、やってよかったなと思うのは、実は今までもうね、うちの会員になっていてさ、それでうちの、まあ、辞めちゃった社員ね、の担当だった人が、で、いろいろこうさ、相談はしてるんだけども、結論づいたものが出てこないよね。でそれ何かっていうと、やっぱりさ、相続対策絡みっていうのはちょっとやっぱうちの担当者レベルだと弱いなと思うわけで、まあ僕のとこ来てさ、じゃこうしたらいいじゃんって言ったら、そういうことできるんですかって、いやそうですよって言って、で説明して、まあじゃあ、帰って検討しますよなんてことになってたり、あと物件もね、要するにいろいろとこう探してみたんだけど、こうなんだけどねって言ったらさ、じゃあこういうのどうとか、こうしたらどうとか言うと、それって、そういうことできるんですかって言うから、ああできますよっていう話やん。でそれ何かっていうとさ、我々がさ今までやってきたことっていうことの、集積されたさノウハウが、要するにさ、まあ、下の人まで行き渡ってないのかなっていう感じがするよね。まあ、当然だからそうなの当たり前なんだけど、だけどさ、本当はね、そこで例えばちょっと俺には無理だなっていう思う人いたら、ね、例えば税金、相続税関係、まあ、税金関係のことだったら、まあ、蛍さん入れないいいし、ね、税理士さんだからさ、それは税に対しては一番詳しいわけだろ。で一緒に、まあ、接客するなりさ、あと経営とかさ、相続関係っていうのとことになると、やっぱり俺とか小林くんになっちゃうんだよな。でやっぱり小林くんっていうのはさ、数多く扱ってるから、なんとなくツボ分かってるじゃん。で僕もね、かなりの数やってるから、当然分かってるよな。であと、まあ、本も出してるしさ、まあ、いろんな意味では相続に対してのその威力っていうのはさ、やっぱあるじゃん。でやっぱりさ、普通の人は分からないところまで結構俺たち分かってるからさ、じゃあこうしたらどうか、明日のいう話できるよね。実際問題として、いや、ある金融機関からね、提案された相続対策ってこれなんですよって言って、ね、わざわざ見せてくれたんだけども、それ相続対策じゃなくて申告の方法だよねって話、ね、要するに配偶者控除をさ、ね、多く取れば当たり前だけど税金安くなるに決まってんじゃん。でそこをさ、ね、配偶者控除をなるべく多く取って、でほら相続税下がったでしょ、じゃあこういう仕方がいいじゃないですかって、お前バカかっていうね、配偶者控除使って、配偶者のに最初に持っちゃったら2回目に配偶者控除は使えないんだから、ね、結果的にはさ相続税っていうのは上がっちゃうわけじゃん。で税理士の先生ってそういうこと平気でやるんだよな。だからそこがね、ちょっと我々とさ、そのね、実業の中でやる相続対策とさ、数字上でやる相続対策って全く違うじゃん。でだから、じゃあ計画としてはこうしたらどうですかっていう、ね、ことで答えを出してさ、まあね、今動いてるわけで、昨日もね、面白いことあったのが、ね、休みだったんだけどさ、昨日はちょっと車のね、一年点検があったんで車預けてさ、でじゃあせっかくだから、ね、運動にもなるからって車使わないで一日ね、うろうろしようとか言って
昨日電車でとか歩きでね、元町行ったりさ、六本木行ったりさ、あと六本木の物件空いたからじゃあ中見に行ったりとかさして、うろうろしてて、で昼飯はじゃあ六本木の遊び屋さんに行こうぜなんつって、でね、ランチ、あ、まあ、これは、まあ、別の話なんだけど結構びっくりしたのが、あそこのランチめちゃめちゃ安いよね。2500円でさ、あの寿司7貫とさ巻物ついてさ、あのお椀とさな、え、赤だしとさデザートついてるの、行った方がいいよってのはもうこれコマじゃないしな。で、その後に、まあ、その間にさ電話したのが、昔のねデベロッパーの人なんだ。で今までは僕たちが土地があったらさ、どう買わないとか、ね、こういうのでプラン入れてみないとか、ね、こちら側が提案してたんだよな。人はいきなりもう向こうからなんて絶対電話来たことないようなやつなのに電話かかってきてさ、ちょっと教えてくださいよってわけで、何よって言ったら、いやアパートのね今度プラン考えてるんですよとか言ってて、でアパートを建ててね売りたいんだけどどうしたらいいか困ってるんですよっていうわけで、じゃあそんな別にさ、うちのね俺よりもさうちの担当者連絡するじゃんっつって、で担当者名ね、野崎君が昔から付き合ったから、じゃあ野崎君でいいんじゃないのっつってで言ったんだけど、で、時にどうしたの突然って言ったら、いやこのプランをねいろいろ業者さん回ってたら、やっぱりアパートはシェフネッツさんじゃないですかって言われたっていうわけで、え、シェフネッツさんってクライさんの社、ね、会社じゃないですかって思って、で僕の携帯電話知ってるから電話かけてきたってわけ、ね、でそれくらいさ今ね、アパートの、ね、販売についてもやっぱりうちっていうのは結構強いってことがさだんだん認知されてんじゃん。で銀行もそうだよな、この間三菱銀行も来たり、ね、横浜銀行も来たり、ね、湘南新銀も来たり、ね、あるとあらゆる銀行今来てんじゃん。で、まあ、今度なんだオリックスかもう来るしさ、まあ、いろんなことでね、ね我々のさできるその仕事っていうものが範囲が広くなってきたのと、もう一つは精度が上がってきたってこと、ね、でその精度が上がってるってことが一番大事じゃん。要するに、ね、仕事の話っていっぱいあるんだよな。でそれがちゃんと実業に落とし込んで仕事ができてるかどうかっていうのはやっぱりお客さんも見てるし金融機関も見てるし、あとは、ね業者さんも見てるじゃん。だからできる人には仕事来るけどできない人には仕事来ないわな。でそれは当たり前のことなんだけども、実業で何ができてるかっていう評価しかないわけじゃん。銀行だってそうだよね、 いくら偉そうだったって要するに金融機関の方も要するにさちゃんとねそのプランを上げて、でちゃんと融資ができて、でちゃんと収益構造ができて、でちゃんとね融資の管理ができてっていう形になると、やっぱりどこが一番いいんですかって言ったらやっぱ CF 熱になっちゃうわけじゃん。なんでかって言ったら建てた物件管理してるのうちだから、で家賃も全部うちが管理してるじゃん。だから家賃を管理してる会社が、ね、要するに提案した物件だから、要するに金融機関として見れば、ね、その口座にね融資をして、で返済の口座っていうものについては全部さその口座を介して全部やってるわけだよな。でその中で、我々はさ家賃の集金をやって、その口座にお金を入れてる事業をしてるわけじゃん、ね、だから逆に言うと銀行から見たら何にも心配いらないわけだよな。だからそういう仕組みがうちの会社はできてるわけだから、金融機関も評価高いわけじゃん、ね、でだからぜひちょっとうちの方でやってくださいっていう話になるわけじゃん。デベロッパーもそうだよね、せっかくプランができたけど売れないプランだったらリスク小じゃん。だけど最初から CF ネットと相談していけば、あ、じゃあこういう事業形態だったら売れますよ、こういう事業形態だったらお客さんいますよ、じゃあこれだったら相続対策非常に効くんじゃないですかとかやるわけだから、そうするとね、じゃあお客さんいますかって言った時に最初からもうお客さんついちゃうんだもん。だからそう考えたら他の会社ってそういうことできないじゃんってこと、ね、どっかに無責任なことがあるわな。売りました、あとは管理別のとこやってない、ね、で管理会社はそれ引き受けました、でもうちが売ったもんじゃないから関係ありません、ね、あとはリフォーム業者もそうだよね、じゃあリフォームだけは仕事取るけれども、じゃあ、ね、これやったら、ね、空室埋まりますよって提案して、でお金かけてやってみたけど実際空室が埋まらない、埋まらないけどどうしてくれるのって言ったところで、うわすいませんうちはリフォーム会社なんで、あとは管理会社とやってくださいなるわけじゃん。全部がそうだ、だから世の中全部無責任できてるわけでね、その無責任でできてるものの中で責任感ある仕事ができてるのってどこなんですかって言ったら、うちの会社なんですよ。だからある意味では、ね、うちの会社っていうのは、ね、総合的なさその判断ができて、で総合的な管理ができて、で総合的な責任を負える会社じゃんってこと。
これね、日本に僕ないと思うよ。今までいろんな会社見てきてるけど、ね、今のうちみたいな会社はどこにもないと思う。うん、だから逆にね、まあ、ちょっとしたことでさ、なんか、ね、損得でさ、あのうちの会社から離れちゃう顧客もいるけれども、でもさ、それは損得で離れるけど、総合的判断で言ったら、それ、損か得かよく考えなって話だよな。要するに、なんでかって言ったら、ね、相続対策っていうのはさ、ね、要するに一過性のものじゃなくて、継続性の仕事だから、ね、全然違うから。だからそこの面でいくと、やっぱりうちの顧客っていうのは有利な物件を買えるし、有利な情報も得られるし、あとは有利な相続対策もできるし、あとはね、あの相続対策後の運用についてもね、あの有利な形でできるじゃんってこと、ね、でそれはね、あの社員の人たちもうちの会社の中のね、要するにあの仕組みの中で自分の働いてるポジションがあるわな、ね、仕事をしてるポジションがあるんだけども、そのポジションをね、よく考えて、ね、要するにあの今のね現状の仕事の範囲で満足しちゃダメってこと、ね、それをもっと範囲広げていくっていう努力をしないと、まあ、コンサルとしては失格じゃないのって思うね、まあ、ぜひね、あの責任感あるようなあのコンサルの仕事をしてください、ね、お願いします。以上。